さあおよそこのラウンド数ですと、はい、まあ、決勝進出ラインっていうのはどれくらいに立ってくるんでしょう。多分4敗のオポかすごい10でも引き分け、また10、また引き分け、2敗は全然大丈夫、むしろ上位ですね。さあラスト3のラウンド数は本日初日が、合わせて8ラウンド、明日が合わせて6ラウンドの計14ラウンドの予選ラウンドとなります。14ラウンドの、上位8名が決勝シングルエリミネーションに進むことになります。はい、これはラスト3を作った斉藤智原さんの意向として、長いラウンドで強いプレイヤーにはしっかりトップ8で残ってほしいと、200人で、14回戦という大会はなかなかないと思うので、少し、いつもの大会に比べるとラインは緩めにはなっています。さあ原根選手は青若デルバーという情報が入っていますが、即それの速走でアタックしていきますね。対する倉田選手は青白ミラクルですかね、プロツアーでは、独自の赤黒アグロでトッペド入賞を果たした選手ですが、おお、さあこれは呪文はめで感じですね。さあ早くもフォースオービルを使うかどうか悩んでいますが、まあ、こういう間も大事ですよね。すぐに通したりすると手札にピッチスペル、マナがなくても使える呪文がないのかなとバレてしまいますし、手札にデイズもあるんですね。さあデイズを使ってこれを通していきます。3点ですかね。しかし青白奇跡かなり数が多いですね。そうですね、誘発させつつ試案で手札補給しに行きますね。もう青赤デルバーは速攻あるのみなので、もう要所だけ弾いて果敢クリーチャーでガンガン攻めて一気にゲームを決めてしまいたい、さあそのまま引きました。そして本体にチェーンライトニング。さあ原根選手も今果敢を待っているのはソープロがあるんだったら今使ってくださいよと、さあここで倉田選手は、ターミナスがあった場合はソープロ打たないと思うので、先にライブラリ3枚を見て、で今週末がないことが確認できたので、改めてですかね、さあそれか今トップに積んだカードが白いカードに見えたので、もしかするとあれがターミナスかもしれません。総員の同士と、上がちょっと見えなかったので、さあいきなり詰まってきましたね。そうですね、原根選手としては今のところかなり理想的な、さあここで積み込んであった奇跡が、それに対して放送ビルを打つかどうかというところですね。まあ、間違いなく打ちますね。もうこのゲームにおいて一番大事なスペルと言っても過言ではない。さあただ先ほど積み込んであった、2枚と少し情報が多いので、先を見据えてどう切るか、手札にもう1枚の2マナ1/3があるのは見えたので、さあこのターミナスが通った後にどうするか。お、すごい通した。手札もう1枚ないんですかね。さあここに打たなかったということはトップに打たなかった理由があるのか。倉田選手の残り IF が7、後続を出していきます。
さ、倉田選手は除去はいっぱいあるので、うん、これ以上クリーチャーからダメージを受けることはなさそうです、うん、ただライフは6ともう火力の射程圏内なので、うん、もう原根選手としてはもう火力で、うん、詰め切りたいですね。おっ、そのまま引きました、うん、ランドを引いてきたようですね。ちょっと定かではないんですが、発展の代価っぽいものが見えたので、そうですね、はい、を狙っているのかなと。倉田選手もただ多分発展の代価の存在自体は意識してるとは思うので、うん、置かなくていい土地は置かないと思いますが、ちょっと他にね土地がなさそうなので、うん、さあここでセットランドして、うん、ターン終了。さあ現在発展の代価が通るとすると、4点フェッチランドを強制的に使わせることができるので5点は確定ですね、うん、さあ原根選手は、じっと時が来るのを待ちます。さあこれで致死量に達する、うん、6点ですね。さあここが勝負の分かれ目になりそうです。原根選手手札がもし今4枚だとしたら次ドローをするとウィルウィル発展の代価ってできそうですね多分、うん、青いカードウィルウィル青いカードが引けるとそこまでいける、うん、さあという渦巻く知識で青いカード補給。一応足りてそうですね。うん、おっと手札も確認して確認、まあ、やはりこのカード強いですね。モダンで禁止されるだけの理由が。なんかあれはフォースオブウィルですね。そうですね、イラストが書いてあるようですがフォースオブウィルだと思います。となるとソードオブプロシアーズ剣をスキニをカウンターする必要があるですね。フライ発展の代価、そうですね、フェッチで5になって3点ゲイン、また、ウィルウィル発展の代価だったらかわせなさそうですが、うん、さあ打ちました現状8点分ですがフェッチランドを切って基本地形に変えることでそのダメージは6点にまでは下がります、まあ、ただ原根選手も、倉田選手の手札を見た上でキャストしているのでもちろんこれを上回るだけの呪文があるのではないかと。さあ勘で3、そして細身で5、ここでミソなのが起きてるフェッチが青白
青白ではない、うん、ところですね、うん、と言いますとこれでもう一枚打とうとすると特殊地形ツンドラを持ってくるしかないんで、なるほど、増えてしまうんですね。そうですね、ダメージが増えてしまうので、これをカウンター原根選手がした場合フェッチ切って4になって、それでも1は残るかな。現在ソイノ同士が4-4ですかね。でフェッチ切って4になってもう一回ソープロ打つと解決前にもう一つ大きくなるので5点ゲインの1位ですかね。場合はその後はどうですかね。原根選手ちょっと残ってる青いカード次第ですけど、2番の1、3だとしたら、さあ切りました。さあこれで、倉田選手はフェッチランドを切って、ソイノ同士のトークンが、そうですね、もう手札すっからかんですけど、ソイノ同士3体がいる倉田選手の方が少し有利、ただもうライフは1位ぐらいまで下がると思うのでこれでライフが1位ですかね。さあお互い出し切って、うん、さあこれから選手ライフが1、すごいの来た、ポロリとポロリ。そこで投了ですかね、原選手、うん、投了したっぽいですね、うん、原根選手も点食らってということなんですかね。ああそうですね、確かにライフが、そうかそうか、 4点食らったのか、うん、トビルの2点で、うん、さあ原根選手先ほどはかなりいいスタートでしたけどね。そうですね。さあ、火力とクリーチャーが少なそうな感じですがスタートしましたね。お互いマリガンなし、さあ原根選手としてはまずはダメージクロックを設置してプレッシャーを与えていきたいところですね。ちょっとまだクリーチャーが引けてないですかね。8マナ3-4ソーランの陥落者は手札にいると思うんですが、ちょっとしばらくはまだ、うん、それ倉田選手はかなりどっしり構えても大丈夫そうな手札に見えますね。白マラがないんですかね、しかし。そうですね。さあ、待望の白マラ。
ギタクシア派の調査でと思いますが、うん、まあ、白白がないのでちょっと使えないカードは多いですね。ジェイス、ベンデリオンは重要ですが、予期せぬ不在と思考の氷結が今使えない状態ですかね。花根選手多分パイロブラストを持ってたと思うので、さあまずはあの有効兵にはしっかりさばいて さあしかし全くクロックがない、出てこないですね。花根選手としてはソーラーの陥落者を出す前にやはりある程度ちょっと手札を使っとかないと。さあただひたすらにドロージョーンばっかりですね。でもトップに一応デルバーが見えましたね。一応デルバーとドロージョーン2枚になるんですね。あ、秘密を掘り下げるものが手札に。さあここでタイバのダメージソースですが、さあここでようやくクロックが用意されました。さあ攻撃に行くともベンデリオンが出てくる可能性があるので、それを考慮した上で、動きづらそうな、うん、そうですね、やっぱりジェイスまで見えてるんで、うん、エンドにベンデリオン3周このマッチですと、お互いポストビール、はい、石の力は枚数はサイドボード後はどのようになるでしょうか。原根選手はあんまり減らしてないと思いますけどね、うん、クラス選手は減らしてるかもしれません。基本的に枚数では損してしまうんですけど、うん、奇跡の重要なスペルはやっぱりどうしても消したいので、うん、もう枚数1枚2枚はあまり気にせず、うん、さあ倉田選手は少しちょっと手札に使えないカードが多いですが、ここでフェッチランドが引けたのでもうほぼ全ての呪文が使えるようになりましたね、うん。さあエンド前の、さあ、うん、これ先ほどから増えた呪文がこれだけですと、うん、プラトネシここからどうゲームを組み立てて、まあ、今ジェイス以外、原根選手にとって、うん、
脅威となるスペルはないので、うん、倉田選手としてはそれをいかに通すか、うん、花根選手のクロックがこれ以上増えないようだったら少し時間をかけながらゆっくりさばいていって、うん、手札には思考の氷結もあるので花根選手も仕掛けるのはかなり難しいと思いますが、うん、さあ動きませんね。とにかく、うん、がっちり構えてますね。さあここで動いたということは対応して何か動きがあるのか。あ、なるほど、ここでそうですね、トップに戻すと、ね、ライブラリーシャッフルすることになるので、スリーブが、さあ動きそうですね、うん、がこちらのシャッフルでどっかに行ってしまうと、まあ、原根選手としては思考の氷結も見えているので、まあ、クリーチャーを並べる展開を避けたいので、うん、さあターン返ってきて、ちょっとね、手札にフラスターストームが2枚あって、うん、ちょっとしばらくはそれがうまく機能しなさそうではありますが、ひとまず手札に残しておく、ね、そうですね、いつか来る、うん、呪文の攻防に備えて、倉田選手がジェイスプラスアルファとしたときにその打ち消し呪文を消す働きは絶対してくれるので、うん、選手ドロゴン、そうですね、まあ原根選手がプレッシャーをかけてこないのであれば倉田選手はどちらかというと動く必要がないので、うん、さあこういったスペルに対してどう動くか、これは呪文をはめてください。さあここで総裁を引きましたね。さあやはり昔ほどの影響力がないとはいえ、やっぱりですね、これにはグレンハおー打ち合い、さあしかし原根選手としてはここでできれば消したいですけどね、うんうん、となるとここでロバイの嵐を、そうですね、一応使うと4マナなので、
まあ、やはりかなりの確率で1マナが消えてしまうというのはプレッシャーが相当に大きいので、さあただ、対戦の手札にはジェイスもあるので、さあフラストソン評判の話ですね。さあ倉田選手もこれにフラスターで、やはりまあ総裁ってカードはもう単純にカードが強いですよね、これぐらい呪文の攻防が起こるぐらい。ただ原根選手としては、騒乱の陥落者が手札にいるとしたらちょっと手札を使い切りたいという意図があると思うので、まあ、倉田選手が食いついてくれる分にはそこまで悪い交換ではないかなと。そうですね、今のスペルが、6個目なんで全部でストームが5個と本体が対象の確認を行ってるのかな、もうちょっと対象は1つしかないので、あのパイロブラストしかないのでストームの回数ですね。フラスターストームお互いが打ち合った場合、マナが起きてると多分起きてる方が勝つんですよね、マナが片方だけないと、全部消えちゃうんですけど、起きてる方は少し払ったりできるので、なので原根選手はちょっとここは、さあレンコーデの柱ですね、これを引き入れてます原根選手、トップ確認とそうですね、ここはまずはトップを見て、これが2じゃないんだったら原根選手はもしかするとエンチャントを仕掛けるかもしれない。さあこれは1マナで打ち消されましたが、どう攻めるか。さあただ倉田選手の手札に、神ジェイスが控えているのは原根選手も知っているので、グラト選手のトップは今1マナ。さあグレンコーデの柱を設置。そうですね、今、ソーランの陥落者を出してもちょっと、神ジェイス総裁の前では、と判断したんだと思います。あのエンチャントは3マネ以下の呪文を唱えるとそのオーナーに2点、コントローラーに2点ですね、大陥落の幻霊のエンチャント版みたいな。さあこの倉田選手が何も積み込んでない状態で対応して、視野に対応してライトニングボルト、さあめくりました、これは通りました。一応
週末が見えましたが土地土地ですのでラッシャーどうですか。そうですね、もう倉田選手はクリーチャーを捌く術はモテウダに思考の氷結が控えているので、さあ原根選手はそろそろ、ソーランの陥落者を出すタイミングが整ってきましたね。さあしかしこれは当然ジェイス、さあここで一応始末積みつつ、はい、トップには渦巻く知識を積んでしっかりと1マナを打ち消す準備を、さあちょっとねピラーが、あのエンチャントが絶妙な感じですね。原根選手もちょっと神ジェイス総裁っていう場で、今原根選手が呪文を唱えなきゃいけない側なので、ここには思考の氷結が刺さります。さあそしてジェイスが変越モード、確かにこの状況ですと多少、そしてそういう速走、さあ倉田選手今トップは週末なのでこのままだと総裁で消すことはできません。だ対応して渦巻く知識を唱えるとトップに1マナを積み込めるんで、さあ原選手ライフが4、さあもう唱えられるスペルにかなり限りはありますね、で週末、ちょっと原根選手はこれを打破するのはかなり難しいですね。ファイアーブラストみたいなカードがなければ、そうですね、呪文がもう実質3マナ以下はもう1回しか唱えられない状態なので、ここでの話ある限り実際あと2回しか呪文使えない、いやもう原根選手は1回しか使えないです。呪文の解決より先にエンチャントが解決してしまうんで、さあここで投了となりました。1枚ではもう打破できない、はい、というわけで、ラウンド7レガシランドラウンド7はフィーチャーマッチ倉田慎太郎選手が勝利しました。おめでとうございます。おめでとうございます。1本目難しかったですね。週末がターニングポイントでしたけど、そうですね、